皆さん、こんにちは。ツバイランスです。本日から始まりました新企画、ツバイランスの毎日 DM 上達講座。このコーナーでは、環境レベルで戦うためのデュエルマスターズの基本的な知識を毎日できるだけわかりやすく解説していきます。カード単体にフォーカスすることもあれば、今回のようにデッキ単位でフォーカスしていくこともありますし、はたまたもっと違う勝負事とに対する考え方なんかを話しする日もあるかもしれません。まあ、あまり形式にこだわらず様子を見ながら緩くやっていこうかなという感じではあります。まあ、ひとまずこれから始めた人が、まず最初に、ツバイランスチャンネルのこのコーナーを1から見ていけばいい い,いよとそのコンセプトだけは守ろうと思いますさて、今回は、ヒタンガガガと呼ばれる、現代デュエルマスターズで最もポピュラーなデッキについて解説をしていくわけですが、このコーナーのデッキ解説では、採用されうるすべてのカードを、決して網羅するわけではありません。しかしながら、基本的なテンプレの流行りのリストについては、一通り網羅した上で、この基本の部分さえ網羅してもらえれば、ご自身でそのデッキを触ろうと思って、他の人がちょっと変わったカードを入れてた時も、ああ、はいはい、ヒタンガガガはこういうデッキだから、このカードも入れてるんだなと、そんな感じで、基本の基本を押さえてもらうことで、ま、あ 応用が効く状態というで、これが一番、まあ自分にとって重要なお願いなんですが、長いこと動画投稿サボってたんですけど、いつの間にか10万人登録っていうのが間近に迫ってます。まあどうせなら気りのいい10万人目指していきたいと思いますので、今回のような力を入れた企画やっていきたいと思いますので、皆さんにお願いしたことはもうチャンネル登録、ただ一つそれだけです。お題は頂戴しませんので、チャンネル登録のワンクリック、ただこれだけやっていただければと思いますので、このコーナーを追いかけていただくだけでもいいので、まあチャンネル登録ね、ぜひお願いしますと。はい、前置きが少し長くなりましたが、本題の方 とまず、このデッキの主役となるガガガガイアルブランドについておさらいをしていきましょう。非文明8コスト、スター進化クリーチャー。まあ、スター進化クリーチャーっていうのは、自身が離れた時に、下の進化元の状態で場に残るクリーチャーのことを指します。このクリーチャーのコストを3少なくし、さらにこのターン自分の他の火のクリーチャーを召喚していれば、追加で3少なくして召喚してもよい。何かその前に火のクリーチャー1体でも出してれば、2コストまで下がるというところ。 まずご理解くださいそしたら、このクリーチャーは可能ならこのターンアタックしなきゃいけなくて、アタックの後で破壊されてしまいます。なんかちょっとデメリットにも見えるんですが、下のテキストを見ていくと、その理由が分かってきます。スター進化クリーチャーのダブルブレイクを持っておりまして、このカードが離れた時、まさにさっきのテキストのアタックの終わりに、この上が剥がれた時ですかね。自分のクリーチャーをすべてアンタップし、このターンそれらにスピードアタッカーを与えるということです。これは図にした方がわかりやすいと思ったので、こんなの作ってきました。1ターン目に1マナの日のクリーチャー出しました。2ターン目に2マナの のののククリリーーーーーチチャャ出出出しししししままたたたタンママナナををてから残った2マナでガイアルブランドを出しましたという状況よくある状況です。1コストと2コストのクリーチャーでそれぞれアタックした後にガガガガイアルブランドでダブルブレイクに行きますと。そうするとガガガはアタックの後に自身が剥がれ、そして下の進化元も含め、すでにアタックしたクリーチャーたちも起き上がることになります。デュエルマスターズは相手のシールドが5枚、プラスダイレクトアタックで勝負が決まるわけですが、そして残ったクリーチャーたちで攻撃していけば、なんとわずか3ターン目にしてそれ以上の打点を形成することができた。 というわけです加えてガガガガイアルブランドは、例えば最初のアタックのタイミングで何かしらシールドトリガーを踏んでしまって、ガガガガイアルブランドが場を離れてしまったとしても、このカードが離れた時の効果は発動しますので、必ず打点としての仕事をしてくれるというようなデザインにはなってるわけですね。続いてサブアタッカーの方を見ていきましょう。バットブランド。非文明7コストパワー9000でマスターバットアクションダイナマイト。このクリーチャーをコスト2少なくして、さらにこのターンに召喚した自分の他の火のクリーチャー1体につき追加で2を少なくして召喚してもよい。そうしたらこのターンの割に自分のクリー クリリーーチャーを一体破壊すするというデメリットはありますそして、ダブルブレイカーで自分の火のクリーチャーすべてこのクリーチャーを含めてスピードアタッカーを与えるという効果を持ってます。こちらもわかりやすさのために図を用意しましたが、まあ本当にシンプルです。3ン目に1コストのクリーチャーを召喚しました。この時点でバットブランドのコストが5になります。続いてもう1体1コストのクリーチャーを召喚しました。これでバットブランドのコストは3になります。そして、バットブランド自身が自身を2軽減する能力を持っておりますので、合計で6軽減となり、バッドブランドが残った1マナで出せるというわけですね。ガガガほどの打点はさすがには出せないですし、ちょっとコスパ もう悪いんですが、それでもガガガにはできないような攻め方ができたりとか、後ほどお話しするガガガとの組み合わせによるまあ、1コストで出せる強みなんかが非常に重要となってきます。基本的にはこのガガガとバット、この2種のどちらかは最低限絡めて、3。ターン内いは4ターンでゲームを決めに行くというような速攻デッキとなっております。続いてこのデッキ、今までの歴代の速攻デッキとは少し違った部分がありまして、速攻デッキなんですけど、貯めるという動きが正当化されています。まあ、それは何でかっていうと、ガガガガイアルブランドというカードが今までの速。 にはない特殊な性質を持っているからなんですね先ほどの図解でも紹介した通りガガガガエアルブランドは横に並んでいるクリーチャーたちの打点をまあ2倍にしているというふうに解釈することができると思いますつまり3ターン目にガガガで走るよりも4ターン目でさらに横並びをしてガガガで走った方がはるかに打点が出るという中途半端に殴って何かシールドトリガーを踏んで負けてしまうくらいであれば4ターン目に最大出力を投げつけた方が強いとい、まあ、ったところで相手のゲームスピードも速いのであれば3ターン目からドガーンって 突撃してもいいですし、少しこちらまだ余裕があるなとなったら4ターン目にとんでもない出力。それこそ銃とかを軽く超える打点、他のクリーチャーの打点が全部倍になるわけですから、を投げつけることもできるということで、このゲームスピードのことを。まあレンジなんて呼んだりするんですけど、この様々なレンジに対応できるというところが、悲嘆ガガガのまあ本当に強い部分と言えるわけです。4。マナ時に1コストクリーチャー出して残った3。マナのうち2。マナでガガガガイやルブランド出して、さらに残った1。マナでバットブランドを出すというようなね。動きがあります。こうすることによって、ガガガとバットの二重の。 アタッカーー付与をねうまく使ってしかもダブルブルレイカーが2体絡んだとんでもない打点を出していけるというところでガガガタバットってそういった意味でもね、貯める動きと非常に相性がいいというようなね、覚えておいて損ないと思います。そしてそのためを正当化しているカードがいくつかありまして、まずその筆頭は監獄入道。非文明2コストのクリーチャーなのですが、ターンの割に自分のシールドを1枚回収することができます。速攻デッキの宿命として、序盤からガンガン手札を使っていくので、どん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 2ターン目3ターン目と選択肢が少なくなっていくはずなんですが、この監獄入道を場に出しておくことで、毎ターンのターンドローに加え ターン終了時にやられる前にやるコンセプトであるまあシールドをどんどん手札に加えていくことができるため、2。ターン目にこのカードを置けたゲームなんかは特に4。ターン目のガガガガイアルブランドで大爆発させたい。タイミングにも手札が全然残ってるよという状況を作れるというわけですね。この監獄入道というカードを引けるか引けないかで貯められるか、貯められないかが決まってくると言っても過言ではないくらいに、この監獄入道というカードがこのデッキのための動きを正当化しているというのは覚えておいてください。実際に相手にしてみても使ってみても、その強さが一瞬で分かります。続いて対策クリーチャーの話。 いろいろな対策クリーチャーはあるのですが、現代主に使われているのが、このコタツムリとテスタロッサ。テスタロッサというのは、相手が召喚以外の方法でクリーチャーを場に出すとき、それを封じるという能力。まあ、現代のね、インフレッシャデュレマスターズでは、いろんなコンボによって、相手がコストを支払わずに何かしらのビッグアクションを起こしてこようとするのですが、このテスタを出しておくことによって、それを咎めることができますと。あとはコタツムリ。何やらいろいろとテキストが書いてあるのですが、対策クリーチャーとして最も重要な部分を挙げると、相手のクリーチャーは出たターンにプレイヤーをアタックできないというわけですね。まさに同型戦なんかになったとき ククリーーチャーを出出してておくくだけけででで相手ののバッットももガガガも出たタにににアタックできなくなって完全全機能不全の状態に陥るというわけです加えてちょっとこれは難しい話かもしれないんですが例えば何かしらのシールドトリガーを踏んだらこのターンのダイレクトアタックまでが通らないかもしれないみたいな状況でこれらの対策クリーチャーを絡めて殴っていくとどうなるかっていうところなんですけど場に残ってほしい対策クリーチャーから先に攻撃していったとして同中でシールドトリガー踏んだとしてエース級のねバットとかガガガなんかが破壊されると思うんですけどそうなった場合この対策クリーチャーたちがね場に残っている とという状況をね作り出すすことができますなので、対策して時間を稼いでるという以外にも、開始のターンの相手の行動を制限するという、そういったあ側面も持っているカードというのは、対策クリーチャーの性質として正しく理解しておくべきポイントだと思いますま。そんな感じで、監獄入道の手札補充や、各種対策クリーチャーによる時間稼ぎというところが、このデッキのね、ポイントですと。続いて、攻めの部分ですね。もちろん、このデッキは速攻デッキでもありますので、ガンガン3ターン目に相手を引き殺すというような動きもできます。で、1コストのクリーチャー見ていくと、やはり、強戦士ブレイズクロです 知ってる方も多いんじゃないでしょうか。毎ターンアタックしなければならないというね、デメリットは持っているものの、現代の非文明1コストでは唯一、大きなデメリットもなく、継続的にアタックをし続けられるクリーチャーとなっております。先行取ってこのカードが手札にあったら、基本的には召喚することになるでしょう。加えてサブで使われているのが、ブンブンチュリスとブルースガー。1コスト1000なんですが、ブレイズクローと違って、1回アタックしたら、そのまま横向きで寝た状態になってしまうと。ただし、この横向きになって寝てしまう状況も、先ほど紹介したガガガで起き上がらせることができれば、一切デメリットがないものとして 考えることもできますし、例えば高校を取ってしまった状況なんか。では、下手にブレイズクローで攻撃することで、先行で動きやすい相手に手札を必要。以上に与えてしまうという場合もあるんですね。なので、高校なんかであれば、ムンムンチュリスやブルースが叔母に1体出しておいて、まあ、後々ガガガでダブルブレイカーとして運用するみたいなで相手にその過程で手札は与えないみたいなまあ、そういった使い方が非常に非常に非常に大事になってきますので、どちらが強いという話で言えば、まあ、もちろんブレイズの方が強いのですが、状況に応じてはこのブン,ブンやブルースにも価値を見いしていけるというわけです。まあそれでも でもやっぱりブレイズクローが最強な理由として単純に2ターン目からブレイズクローで相手のシールドをブレイクしていくことによって結構受けの固い相手にガガガを出したタイミングで相手のシールドがもう4枚とか3枚の状況で詰めに行くことができるので確かに序盤に踏んだらまずいっていうのはあるんですけどガガガを出したタイミングでちょっとやそっと踏んだぐらいじゃまあ止まらないよみたいな状況を作りやすいということですねまあ1ターン目からこんなに殴っていけるのは本当に唯一無二なのでやはりブレイズクローは最強というわけですでまあ軽くプレイングの話については触れますこのデッキは実際回してもらわないとプレイング絶対上手くなんないん 本当に初心者の初心者の方に向けて一番大事な部分だけ話します。まずこの走るか溜めるかっていうところの選択肢はもう常に考える必要があります。まあ、その基準となるのは相手のキルターンですね。次のターンにも相手がコンボを仕掛けてくるあるいは盤面除去みたいなカードを使ってくるようなタイミングで溜めてったらまあ普通にただ負けちゃうだけじゃないですか。なので相手のデッキはこうこうこういうデッキでこのターンまでにビッグアクションを起こしてくる。相手の受けはこういう感じのカードが入ってるから、まあ、3ターン目に殴るよりはまあ4ターン目ぐらいに一気に行った方が打点が出るかなみたいな。まあ、そういったところをちゃんと考えます。 相相手手のののキルルターーーーンや受け、まあ、そしてて自分リリリソースとににククティカルに刺さっている対策クリーチャーの有無ここら辺を考えながら何ターンぐらいまで盤面作って何ターンぐらいまでに攻めるのがいいかなみたいなところをね、えー、考えるというのが大事です従来の速攻ではそんな選択肢がない速攻デッキもありましたからねもう本当に3ターン目までにドガドガ行くのが正義みたいなのもありましたが、まあ、この悲嘆ガガであればちょっと様子を見ながらレンジを変えていくということができて逆にそれが難しい要因ではあるんですがそこの判断さえしっかりしてればあとはそれに応じたハンドキーパー結構逆算はしやすい 安いと思いますので、とにかく脳内でその天秤を常に持ち続けるというのが大事になってきます。加えて、実際に殴り始めた際に欲張るか堅実に行くか、これがね非常に重要になってきます。ガガガがリアルブランドは横にいるクリーチャーの打点を倍にできるという性質を先ほどお話ししましたが、裏を返すとガードストライクっていうシールドからめくれた時に相手クリーチャー1体止める能力のカードがあるんですけど、まあ、そういったカードでガガガ自体を封殺されてしまった場合に、そもそも全然打点が出なくなるというね。ハプニングが発生しますか？と言って、それにビビりすぎて、いきなりガガ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 。 みたいなことになっちゃうと、ガガガはね。もう実質。ただのトリプルブレイカーみたいなね。ちょっと弱めの運用になっちゃうんですね。もうこいつは4枚5枚打点を生成できるからこそ強いのであって。なので、まあ、ここは1打点だけいっ。 ててからガガガでアタックしてそこかから先のガードストライクはままあ許容しようとかねはたまたここの最初の2点でガードストライク踏まなければもうほとんど勝ちの状況だからここの2点だけは気合で踏まないように頑張ろうみたいな頑張ろうというかまあ割り切ろうみたいな感じですかねまあそんな感じでどこまで欲張るかどこまで堅実に行くかというところは相手のデッキの性質や見えているカードによってどの動きが一番期待値があるかっていうのは変わっては来るのですが自分の中でちゃんと理由付けをしてこうこうこういう理由でここは1打点通してからガガガで殴りますとか ここはもう勇気出して2点気合で通してから価値格の状況みたいなのを作っていきますとか、プランニング面でも実際に殴り出したタイミングでも、このリスクとリターンというのを常に考えるという癖をつけるのが大事ですね。これはもう本当にデューラマスターズの基礎の基礎の部分にはなりますので、本当にそういう意味でもね、初心者の方にはお勧めしやすいのかなと。で、あと、ま、このデッキのすごいいいところがあって、ま、どこまで行っても3ターン目とか4ターン目にゲーム終わるんですね。なので、1ターンにま、極端な話3分とかかけたとしても、ま、正直制限時間内にはま、終わっちゃうデッキにはなりますし、ま、負けるときもね、 返せないんで、まあ、一瞬なので、多少時間かけて、まあ考えても、そこまでね、問題ないデッキというふうには言えますので、まあゆっくりじっくり考えて、一つ一つの状況をね、メモしたり、記憶して、振り返って、あそこはああいう選択を取ったけど、今思えば、ああした方が良かったかな、みたいな。そういったね、振り返りを、すごいコスパよく、何度もね、その PDCA みたいなのを回していけるデッキですので、おすすめとは思います。で、最後に、その他カードの紹介、本当にね、ここだけはという部分だけ紹介して終わろうと思います。まずはグレイトソニック、一コストパワー戦、おやおや、ブレイズクローと同じです。 ガガンガンギャラクシーということで手札がお、これめちゃくちゃ強そうじゃないですか。もう最強、電動クラスに。思いきや、その1個下のテキストに自分のターンの割にこのクリーチャーがアンタップしていたら手札に戻すというようなね、デメリットが時としてメリットにもなることがあるんですがね、まあやっていけばわかると思うんですけど、こういうデメリットがあります。なので、1ターン目にこのグレートソニック出したとしても、そのままね、手札に返ってくるだけですから、1コストのクリーチャーでありながら、1コストのクリーチャーとして1ターン目に運用できないというところがあります。ただし、3ターン目以降になってくると、ガガガやバットに依存しない 1> 1コストのスピードアタッカーとして運用できるようになりますので中盤以降に活躍しやすいアタッカー兼バットブランドやガガガのコスト軽減の要因として使っていくことができます気合で相手のシールド5枚ブレイクした後にトップでこのカードを引けば勝てるみたいなねまあそんな状況も作ったりできますのでよく採用されていますねこのカード続いてギリギリ人形こだまんま GS 監獄と違って出た瞬間にシールドを1枚回収しますあとガードストライクということでシールドからこのクリーチャーがめくれた時にシールドトリガーかのように相手に見せる見せるだけでいいです そうしたら、相手のクリーチャーは、一体アタックできなくなるということで、速攻デッキでもありながら、中途半端な相手の6打点は通さないと、そういった強い意志が見えるのが、まあ、ヒタンガガガの、まあ、相手しててね、非常に厄介な部分というか、監獄ほどアドバンテージは取れないものの、一応貯める動きにもね、参加できるということで、まあ、このコダマンマは、手札の減らない2コストのね、アタッカーとして運用していくこともできるので、監獄プラス、コダマンマ、3枚、4枚みたいなのが基本的な構築。で、最後に、555ブランド。バットやガガ,ガみたいに、他のクリーチャーを強化する特性こそないものの、 ある意味、このデッキで最強のカードでして、マスター555ガンガンギャラクシー。手札がこのクリーチャー1枚だけの状況で、このクリーチャーをタダで出すことができるというね、とんでもない特性を持っております。で、自身がスピードアタッカーのダブルブレイカーで、1枚引いて、1枚捨てて、そうした場合、1枚引いて、1枚捨ててもよくて、1枚捨てた場合は、相手の6000以下のクリーチャーを1体破壊するということですね。それこそ1コスト、ガガガガガイアルの横にこの555を添えるみたいな動きなんかも、まあ本当に3目の最大出力と言っても過言ではないレベルです。このカードはまた昔別のデッキで大暴れしたカードで、 まあ今はなできない、んですけど、まあ、それでもー級のカードとしてまあ採用んな感じで、ヒタンガガが基礎編でした。もちろん話し足りない部分はありますし、あくまでね、皆さんのお手伝いですので、えー、ここから先は実際に皆さんに使っていただく他はないと思います。もちろんね、きつい相性とかもあるんで、まあ、そこは回していくとね、また壁にぶち当たるガン受けデッキとかもあるんでね、そこはあるんですけど、それでも環境のほとんどのデッキに対してはね、立ち回りがしやすい、非常にパワフルなデッキとなっておりますので、 ぜひこの動画でね興味を持っていただいた方はすぐパーツ集まると思うのでお買い求めください、まあ、こんな感じで別のデッキだったりいろんな注目カードについてもこのコーナーでは解説していきますので再度お願いとなりますがチャンネル登録の一瞬1秒だけ皆さんよろしくお願いしますという感じで今回の初回は終わりにしたいと思いますいろいろ改善していいものにしていこうと思うのでコメント等でご意見とあればぜひお願いしますということでまた明日のカード解説でお会いしましょう